組んでいただいて。はい、ありがとうございます。今すぐ行っちゃったら、そうですね。今の車はどれぐらい乗られてるんですか？今は5年目です。で、次車検なんです。ああ、そうですよね。はい、なんとなくイメージとかもう決まってるような感じですか？そうですね、今ちょっと小さめの SUV に乗ってるんで、はい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 、もうちょっと今より大きい SUV に乗りたいなって思ってます。あー、なるほど。こんにちは。こんにちは。お願いします。こんにちは。ご参加いただきましてありがとうございます。アンデス先生、山本と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日、ご検討されている車種というか、乗ってみたい車種というのはございますか？ちょっと大きめの SUV8 とか、はい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 、16、はい、実際ここでも見ることができるんですけど、はい、一旦多分実車見ていただくのが多分一番いいと思いますので、はい、今日そちら今前に出しておりますので見ていただいてもよろしいですか？はい、お願いします。ありがとうございました。結構長いもの乗せたいとかいいですね。これ見れますね、これ。そうなんです。そうなんです。見れちゃいます。いいえ、はい、かっこいい。いや、すごい。前はそんな変わんないですね。そうですね、基本的に乗ってる部分に関してはシートサイズ変わりませんので、まあ、あとは3列シートで後ろが広いんですね、はい、その分車の長さが比較的長くなってしまうので、狭い道とか通ったりする時にはちょっと長さを変えてしまう。それが CX シート、昨年の秋発売されてますね。これ一番高い、お高いやつですよね。そうですね、一気に高級感というか、そうですね。めっちゃ高級感。はい。メーターの部分ももうフル液晶に。うわー、すごい。シックスティが新しくついてるみたいな感じで。ロイヤルパーティー。これでエコさんの身長をまず設定していただいて、何センチですか？165です。はい。これ設定していただいた身長と、あと目線の高さでドライビングポジションを自動的に取って。すごい。機能がすごいですね。はい。え、すごい。そうですね。正しいドライブポジションを取るというか、一番その何よりの安全装置が大事になります。完璧です。はい。こちらにセンサーとカメラがあって、例えば眠くなった時、孫たちの方が増えてしまう。それを見とって受給したと。すごい、はい、ドライバー気を失ってしまった時、はい、そういった時はハザードを焚いてこう路肩に乗せてくれる、新しく。すごい。さらにコネクテッドサービスっていうのがついてて、スマートフォンで連動してるんですけど、それによって路肩に寄せて緊急通報をすごいですね。デザインもそうなんですけど、その安全装置の部分に関してもものすごく、はい、安心して乗っていただけると思います。すごいですね、こんなに進化するんですね。え、すごい。こちらシートヒーターと、はい、あとハンドルのヒーターです、こちらもついてます。え、じゃあこれ、はい、冬とか、はい、冷えた時にいいってことですか？そうです。わ、すごい、はい、そのスマートフォンでエンジンをスタート。うわ、すごい、エンジンスタートです、これもサービスとして、すごい、月額220円、すごい、それできちゃう、すごい時代ですね。すごいですね。すぐできるわ、だから全然使いこなせるかもしれない。いや、そこ不安になりますね、確かに。今5、8、6って見ていただいて、なんか気になる状態ですか？いや、スティーンがもう見ちゃって、そうなりますよね。それが一番良かったです。はい、はい、失礼しました。
この CX60 があのエンジンが4つございます。マツダがですね、ディーゼルエンジンっていうのは割とこうおすすめしておりまして、ね、そうなんですよ。まあ、それぞれ試乗していただくのが多分一番いいと思いますので、はい、ちょっと見てみていただいても大丈夫ですか。はい、お願いします。はい。はい。はい、ありがとうございます。今ちょっと乗ってみていただきましたが、エンジンとしてはどちらが一番よろしかったですか。はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと坂道登っていただいたんですけど、はい、やっぱり力強く登ってくれます。そうですね、はい、初めてだったんですけど、よかったです。そうですね、はい、ありがとうございます。ただ色ですね、色がまあマシングレーがいいかなっていうふうには、はい、さっき言っていただいたんですけど、はい、こちらでよろしいでしょうか。はい、承知しました。もちろん、いろいろと条件の部分ですね、柔軟にさせていただこうとは、精一杯させていただこうとは思っています、はい。で、まあ、福本さんが、あとはどれだけいつ決めるかっていうところにちょっとやっていきますので、はい、はい、どうかなっていうところがあります。じゃあ、たらそうね。そうですね。決めちゃいます。決めちゃいます。わかりました。少々お待ちください。お願いします。すごいです。結構よく決めちゃいましたね。早い早い。本当ですね。見た感じもそうですし、はい、まず見た目もかっこいいですし、はい、そうですよ。楽しいでしかないですね。こちらにサインをいただいてよろしいでしょうか。福岡さん、ちょっとこのサインだとちょっとまずくて、すいません、ちょっといつもの感じです。すいません。ありがとうございます。楽しいですよ。ではこちらでしっかりご準備させていただきますので、はい、よろしくお願いします。すごい。ありがとうございます。すごいです。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。やばい、でかい。鍵を持ってます。持って写真撮影だけさせてもらえればと思います。いや、すごい。はい、チーズ。はい、ぜひ。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、何かあればください。はい、はい、ありがとうございました。一回どちらになりますか。左です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ここ次納車されたり行こうかなみたいなのってなんとなくあったりもするんですか。村井陸言うじゃないですか。はいはいはい。三原市に、はい、あー、三茶で行ったんですけど、はいはい、時にそこに行こうって約束してるんで。あー、なるほど。まずはじゃあ、はい、最初に助手席乗るのはゴヤ選手。